アラン・フルニエは、フランスの小説家、詩人。生前に刊行された、唯一の作品、グラモーヌによって知られる。1886年、アンリアルバン・フルニエとして、フランス中部のシェール県の田舎町、ラ・シャペル・ダンジオンに生まれる。3年後に、妹イザベルが誕生。両親は小学校の教師で、1891年、父・オーギュストが、同じ県内で、 約100キロ南の田舎町、エピヌイイコールルイコールフルリエルの上級学校の校長に任ぜられたため一家は転出。グラン・モーヌの舞台のモデルともなったその場所でフルニエは8年間、少年時代を過ごす。1898年10月、12歳になったフルニエは、両親の元を離れて、パリのリリセ・ボルテール高等中学に入学。最初の2年間は、 元父の助手だったビジャールプ人の家に下宿、その後はリセの寄宿生となる。成績は優秀だったが、大都会の孤独な生活には馴染めなかった。1901年9月、海軍になる夢を胸に、ブルターニュの港町ブレストの高等中学校に編入するも、1年余り後には海軍兵学校の受験を断念して、1903年1月、ブルージュのリセに移り、 ここで、バカロレア受験に合格。この間、父は、ラ・シャペル・ダンジオンに、天人、町役場で、学校兼用の建物の中の感謝に住んだ。さらに10月には、高等師範学校の受験準備のため、パリの南高のラカナル寄宿学校に移る。ここで、生涯の友、ジャック・リビエールと知り合う。この時期に施策を開始する。1905年6月1日、 ある美術展を見に行った古着エは、会場付近で母親らしい老婦人と連れ立った少女を、見染め、二人の後を追いサンジェルマン街の家に入る、ところまで見届ける。彼はこの少女の面影が忘れられず6月30日、ミサに出かける彼女を見かけて、愛を告白する。この女性が、グランモーヌのイボンヌ・ド・ガレーのモデルになった。名前は、イボンヌ・ド・ケーブル・クール・といいパリの住人ではなく、 パリの持ち家に滞在しているだけで、結局二人の愛は発展しなかった。その年、フルニエは準備不足を理由に願書を出さず、1906年には高等師範学校を受験するが不合格。1907年7月24日、高等師範学校の入学試験に再度失敗し、翌日サンジェルマン街の家を訪れ、イボンヌが結婚したことを門番から教えられる。 18歳のアラン・フルニエ1905年7月の夏季休暇にリセボル・テール時代の友人の兄の紹介で A、サンダーソン氏の経営する英国の壁紙製造会社で働いた。高等師範学校を卒業後の職業として英語教師を想定していたのが英国域の主な理由であり、またイギリスはフルニエの尊敬するディケンズの国であるというのも大いに今日そそられた。 期間はおよそ2ヶ月半で、ロンドンの住まいは勤務先の役員をしていた、ナイチン・ゲール氏という人物の自宅の一室を格安で提供されており、その交換条件として市にフランス語の家庭教師をするという条件があった。仕事は商業通信文等の手紙をフランス語は英語に、英語はフランス語に翻訳する作業だった。この英国滞在中にフルニエは、 自身の英語に自信をつけたようである。ラカナルゲの友人がロンドンにやってきた時に、学校では英語の成績が同等であったにもかかわらず、かなりの差をつけたことをリビエール宛ての書簡に書いている。イギリスではあまりパンを食べることができず家族宛ての手紙にパンを送ってほしい旨の手紙を出しており、フランスパンの店を見つけたフルニエは野外にもかかわらず、むさぼり食ったりしていた。 滞在期間中は、熱心に美術館巡りをしたり、ナイチンゲール氏と、田園地帯や公園、英国庭園などを見て回り深い感銘を受けた。7月3日に始まった、この英国滞在は9月16日まで続いた。進学を諦めたフルニエは1907年12月、ラ・グランドルビュー氏に、女の肉体と題するエッセイを発表する。1908年、 二年間の兵役義務を果たすため、入隊。最初、バンセンヌの隆騎兵、第23連隊に入るが、騎兵隊生活の厳しさに耐えられず、ラトゥールモブールの不評隊、第104連隊に移してもらい、見習い士官として、ラバルで研修。1909年4月、ミランドの第88連隊に配属される。この間、奇跡としてまとめられる詩や散文を書いた。 1910年2月、セヌ沼市で若い婦人帽子店主、ジャンヌ・ブルノと出会う。グラン・モーヌのお張り娘、バランティーヌ・ブロンドーのモデルとなる。この女性との関係は2年間続くが、結局別れることになる。1910年からは、新フランス評論誌に書評を発表し始める。パリ日報の記者となりパリジュルナル氏の文芸欄を担当するが、1912年に退社。 シャルル・ペギーの紹介で、女優、シモーヌの夫、クロード・カジミール・ペリエの秘書となる。1913年、長年温めてきた小説、グラン・モーヌを完成させ、新フランス評論誌の第55号から59号に連載される。12月には、エミール・ポール兄弟書店から刊行され、コンクール賞の有力候補に挙げられたが、受賞はしなかった。フルニエ自身は、 僕は、賞も、お金もいらない。ただ、グラン・モーヌが読まれればと願っているとしたためた書簡を、リビエールと交わしている。1914年、第2作目となる未完の小説、コロンブ・ブランシェに着手するが、第一次世界大戦の勃発により8月1日に、召集を受け中断。翌日には注意に昇進した。フルニエは、英語の通訳として、 広報勤務の可能性もあったが、仲間と共に戦いたい。と拒否した。イザベルトンの手紙の中でも、美しく偉大な正義の戦争という表現が見られる。当時の世論としては戦争は、必ずしもあるではなく、ほとんどの文学者も同じ立場を取っていた。シモーヌと共に車でミランドへ行き、第288連隊に合流。 この地は20歳になったフルニエが兵士としての訓練を2年間に渡って受けた場所であった。シモーヌは離婚しており、彼女との手紙のやり取りの中で、今や君は僕の妻だ。戦争が終わったら結婚しよう。などの約束が取り交わされている。ミランドを訪れた両親はフルニエとシモーヌが一緒にいるのを見て驚いた。両親には二人のことは何も話してなかったのである。 陸軍中尉として、ベルダン付近で、ドイツ軍との戦闘を指揮するが、9月22日、オードムーズで21人の連帯兵と共に、消息不明となる。負傷して、ドイツ軍に連れ去られたとも言われた。生前、単行本として発表された作品は、グラン・モーヌだけだが、死後ジャック・リビエールにより、未発表の詩や、小説の総行、雑誌に発表された数編のエッセイがまとめられ、 リビエールの序文を付されて、1924年、奇跡という題で刊行された。他には、リビエールと取り交わした、往復書館集をはじめ、友人や家族に当てた書館が刊行されている。1991年になってから21名の、戦友の遺体とともに、ドイツ軍の共同墓穴で発見され、本人と判定され、1992年11月に、 サンデミラキャロンヌの陸軍墓地に埋葬された。27歳没である。サンデミラキャロンヌ陸軍墓地のアラン・フルニエの墓、グラン・モーヌは今日まで様々な批評の対象となっており、アルベール・ティボーデからシュルレアリスト、ロベール・デスのスに至るまで広く注目され、構造主義分析、精神分析批評など、20世紀後半に登場した最先端の批評理論によっても常に新しく分析。 研究されている。三島由紀夫は本書について、少年時代の私にとって、そんなに愛着の濃い小説ではなかった。これは、少年時代の思い出を懐かしむ小説である。少年が、少年時代の思い出を懐かしむ小説を読んで、面白がるわけがない。と評しつつ、ヤコブセンのニールスリーネにも悲見すると称賛している。フランスでは、1913年の観光以来、 最も広く読まれ、最もよく売れた小説の一つとも言われている。代表作、グランモーヌしか翻訳はないが、役者によって題名が異なっている場合が多い。サスライの青春という題名は1966年に映画化された時の放題から取られている。ありがとうございます。